シャルル・マーニュに忠誠を誓うローラン・ローラン、イ・オルランド・ドク・ローランとは、中世、ルネサンス期の文学作品において、シャルル・マーニュの聖騎士の筆頭として登場する人物。イタリア・フランスの部君子でも重要な活躍をする。12世紀初めに成立したローランの歌は、ロンス・ボーの戦いにおける、ローラン最後の戦いをテーマにした物語である。しかし、 後に成立した、武勲氏やルネサンス期の、恋するオルランド、狂えるオルランドなどはほとんど歴史に基づいて、執筆されてはいない。大抵は、聖剣、デュランダルト、愛は、ブリリアドロがローランを語る上で結びつけて語られる、ことが多い。フランスに実在したローランについては、シャルル・マーニュの提信にして、歴史家のアインハルトが記した、ビータ・カーリー・マグニーの記述のみが存在する。 これによると、シャルル・マーニュが778年にスペインに遠征した際の帰り道ピレネーでバスク人の奇襲を受け、最高尾にいた後衛隊が全員戦死したが、その中にブルターニュ編共白のフルオドランドゥス、フルオドランドがいたと記述されている。このように、資料においてはローランの名前と肩書きのみが記載され、詳しいことはわからない。なお、 ブルターには、その名が示す通り、ケルト系のブルトン人が住んでいるところであり、現在でもその要素が濃い。また、ローランのデュランダルは、聖剣伝説という点で、同じくケルト系に由来するアーサー・オーのエクスカリバーと告示している。ブレーメンのローランと像北緯53度4分33.15秒、統計8度48分26.30秒。 国十53.0758750度統計8.8073056度5 3 0 75 8 8. 7 5 8 7 5八8 8 0 7 3 0 5 6ローランは中世ヨーロッパで人気のある伝説上の人物であった。数世紀を経てローランは中世の銀融史人で人気の演目になった。多くの伝説によればそれが史実かどうかは不明であるがローランは シャルル・マーニュの老いということになっており、ジョジシュでは良きキリスト教徒としてイスラム軍と戦い戦死している。ローランの物語は11世紀のローランの歌によって語り継がれ、この物語ではオリファンという角笛を持ち、聖遺物によって祝福されたデュランダルという破壊できない聖剣を装備している。ローランの初めの物語はボイアルドの恋するオルランドにおいて書かれている。 ボイアルドの主語はアリオストによって、クルエル・オルランドが書かれており、また、ダンテの新曲によれば、ローランの魂は、その他の殉教者たちと共に天国にいるとされている。ドイツにおいては、ローランは徐々に都市が、地方貴族から独立している、自由の象徴となっていった。中世の終わり頃、多くの都市は広場に、ローランとの像を混流した。ブレーメン市庁舎前のローラント像は、 特に有名で2004年に視聴者と共にユネスコにより世界文化遺産として登録された。カタロニアではローランは伝説の巨人となっている。ピレネー県全体で特性が変わってゆく痕跡でローランのバスク語読みであるイロランという言葉は多くの伝説で力強い異教徒の巨人、巨岩が浮かんでいる地名と結びつけられることが多い。面白いことに バスク語の、イロルドイという単語は、イロランに由来しているという。シャルルマーニュの意として、武勇に優れ、信頼も厚い。作中では知的なオリビエに対し、ローランは勇敢であると対比される。ローランの独白という形ではあるが、アンジュ、ブルターニュをはじめ、ノルマンディ、アキテーヌなどで戦闘を重ね、多大な功績を挙げたとのことが記されている。ローランは、 シャルル・マーニュと共に7年にわたるスペイン遠征に従軍する。彼は追い詰めた敵軍への和睦の使者として、養父のガヌロンを推薦するが、元より不仲だったこともあって危険な役目に据えられた。ガヌロンは、ローランを激しく憎み、国を裏切って敵軍と結託し、ローランを罠にかけようとする。偽りの和睦を勝ち得た帰り道、ガヌロンの陰謀によりローランは、 オリビエたちと伝軍を務め、襲いかかる40万のイスラム軍に対して2万の手勢で戦うこととなってしまう。この時、ローランは、オリファンという角笛を持っており、これを吹けば本体が救援に駆けつけてくるはずであったのだが、対面に関わるローランは、救援を呼ぶことを拒否してしまう。この行為は、オリビエらから批判される。 ローランは全滅間近に意見を変えつの笛を吹こうとするが、今頃遅いとまたオリビエから避難されている。それでもローランたちは力の限り戦い、スペインの十二勇士を撃退し、ローランはスペイン国王の右手首を切り落とす活躍をするものの、フランスが誇る十二優勝は一人数とと戦死していった。ローランも力尽き倒れた。その直前、 聖剣デュランダルが敵の手に渡るのを嫌がり岩にぶつけて破壊しようとしたが結局デュランダルを破壊することはできなかった。なお戦いの中でローランはオリビエに敵と間違えられて脳天から叩き切られるほか多くの森単やり投げや投げやり超創的に放たれたが彼の防具などが壊れるだけで彼自身が傷ついたという記述はない。ローランが傷ついたのは 米みの血管が破れ脳症が耳からはみ出るほど、オリファンを力の限り強く吹いた時だけである。オルランドは怒りを武器に、オルクと戦う。狂えるオルランドより、後世になり、イタリアなどでは、ローランの歌の前日弾が追加された。なお、イタリアでは通常、ローランでなく、オルランドとされる。有名なものとして、ルイジ・プルチの、モルガンテ、ボイアールドの未完に終わった。 恋するオルランドなどがある。その中で最も知られている作品は、アリオストの、クルエル・オルランドである。クルエル・オルランドでは、素手で人間を引き裂く怪力に、全身が混合石と同程度の強度を持ち、葉を受け付けない。唯一傷を負う可能性があるのは、足の裏のみという設定となっている。そのため、鎧を着ていたのはもっぱら飾りのためと説明され、第9課では、 ひなわ銃を相手に、さらに第11課ではルッジェーロが、ヒッポグリフと、魔法の盾を使っても殺せなかったカイマ、オルクを純粋な力技でねじ伏せて退治する、など蒸気を逸するほどの戦闘能力を発揮している。そのため基本的に、精神に作用する魔法でも使わない限り負けることは、ない。もっとも、恋するオルランドでは、魔女、ファタモルガナを屈服させるシーンも存在する。 ただ、カブトの上から頭を強打されて、目がくらむシーンも存在し、完全無欠の超人というわけでもない。東洋の美器、アンジェリカに恋用すると、たびたび、シャルル・マーニュの帰還命令を無視して、世界中を放浪しつつ、アンジェリカを求め続けた。しかし、その間平和だったわけでなく、シャルル・マーニュは、スペインやセリカンなどと戦争をしており、幾度かの危機もあった。さらに、 アンジェリカをめぐる三角関係の中で、同じパラディンであるリナルドと剣を交えて戦ったりもしており、あまり忠誠心が厚い人物には見えない印象を受ける。アンジェリカへの思いが秘伝に終わると、ローランは発狂し、裸のまま放浪を始める。素手で熊などの猛獣を殺したりする超人的な強さを発揮しながら農民たちから恐れられ、最終的には、 アストルフォが月から持ち帰った理性を花から注入され、正気に戻る。作中では、予言者の口を借りて、神から与えられた力を異教徒との戦いに使わず、女性を追いかけ回していたのが神の怒りに触れたため、と説明されていた。以後、ドゥリンダナを狙いやってきたセリカンの国王グラダッソ、アフリカ王アグラマンテと3対3の変則的な、試合で勝利するなど活躍した。 ブルフィンチのシャルル・マーニュ伝説では、上記イタリアのジョジシュなどをダイジェストでまとめられている。ローランの幼少期からロンスボーでの戦死までのエピソード、網羅的に掲載されているが、ダイジェストであるため、多くの部分で省略が見られる。例えば、オルク大事や、ひなわ銃との対戦などのエピソードは載っていない。また、クルエル・オルランドのように全身が混合石より硬い。 などの設定はない。また、シャルルマーニュ伝説を扱っていたロカルビーノの不在の騎士にもオルランドは登場。その他の騎士らと同様、そやな感じに描かれている。ありがとうございます。